それでは、この商品の特徴と概要につきまして、弊社の坂田よりご説明させていただきます。パナソニック株式会社の坂田です。ではここからは私より MX3 の、概要並びの特徴について、ご説明させていただきます。MX3 は、12.5 型フルHD IPS 液晶を搭載しながらも液晶のギアの筐体とキーボード面のトップケース、ここにですね、新しい技術を導入することによって頑丈性能を保ちつつ、重さ 1.2kg を切ったコンパティブル PC としては世界最軽量のノート PC です。そして 2-in-1 のハイブリッドモバイルでありながら、さまざまなシーンにご活用いただきますよう光学式のドライブを搭載しました。また操作性にも工夫を凝らし、タッチスクリーンの操作にはペン先約2ミリの細い専用のスタイラスペンが使うことができますので、より細かなポインティングが可能になり、またキーボードにおきましても2ミリのストロークを確保いたしておりますので、快適な入力環境、そしてメインバッテリーには電源を入れたまま取り外しが可能なようにホットスワップ対応をしていますので、より長時間の使用環境をご提供します。 CPU にはインテル社製の最新の Core i シリーズを搭載させていただき、店頭販売モデルにおきましては Core i7 と Core i5 のモデルをご用意させていただきます。また OS はマイクロソフト社製最新の OS を搭載させていただき、 Core i7 モデルには Windows 8.1 Pro、 Core i5 モデルにつきましては Windows 8.1 をご用意させていただきます。それではパナソニックが自信を持ってお届けする新製品 MX3 についてこれからより深くご紹介させていただきたいと思います。